ハロー、シルジャパン TV。 今日は豚汁を作っていきたいと思います。今日の材料は大根に人参に、あとはごぼう、それから玉ねぎにこんにゃく、そして豚の肉で作っていきたいと思います。まずは野菜を用意するところからやっていきます。 Here we go。 はい、まずはごぼうから切っていきます。ごぼうは鉛筆削りみたいに削っていきます。切れたら水につけておきます。続いて人参を洗って切っていきます。はい、人参ができました。そしたら続いて大根なんだけど、大根は残ってたのがあったので、こっちを先に使っていきます。続いて玉ねぎも切っていきます。半分ぐらいでいいかな。そしたら今度はこんにゃく、食べやすい大きさにちぎっていきます。はい、こんな感じ。そしたら最後に豚肉を食べやすい大きさに切っていきます。だいたい切れたら完成で、今日はここのお水に鰹節と魚でだしスープを取っておきました。この鍋で作っていきたいと思います。じゃあまず火をつけて硬い野菜からどんどん煮ていきます。大根です。ごぼうを、人参も入れていきます。はい、そしたら続いてこんにゃく、こんにゃくを入れます。よし。そして豚肉を入れていきます。そして最後、玉ねぎです。うわー、すごい具沢山。美味しくできるといいね。で、このまま野菜に火が通るまで蓋をして煮ておきます。
はい、だんだん煮てきました。アクが出たらアクを取っていきます。まだ全然硬いので、もうちょっと煮ておきます。とここでジャガイモを入れてないことに気がつきます。慌ててジャガイモを準備。じゃがいも入れるの忘れてました。今から入れてきます。Here we go。わ超具沢山。はい、そしてさらに煮込みます。はい、こんな感じでだんだんと野菜に火が通って、あ、もう全然火通ってるね。はい、野菜に火が通ったら、だしの粉を入れてきます。粉末だしをパラッと入れて、そして最後はじゃじゃん、味噌を溶かしていきます。こんな感じで溶かしていきます。うん、美味しそうにできました。こんな感じ。うわー、超具沢山で美味しそうにできました。今回の食材はこちら。汁オリジナル豚汁完成。じゃあ早速お茶碗について飲んでみたいと思います。じゃあいよいよ出来上がったのでお皿に取っていきます。こんな感じ、美味しそう。じゃん、超具沢山にできました。すごいじゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。うん、だしがすごいしっかり効いてて野菜の味もしっかり、うん、美味しい。こんなに野菜も肉も食べれるからやっぱり体にいいし、豚汁は最高だよね。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。じゃあまた次の汁ジャパン TV でお会いしましょう。バイバーイ。